ニューカルドニアのね、これ小田さんなんだけども、ダンビアレストかな、いい感じだったよ、最高に。これは、カノバダイ、ハワイの、これはレッソーバス、シックスクラブ、いい波だったよ、これも。いいね、カノバやっぱりうまい。俺たちにとってはこのグービー、これはもうバックドア、ボンガパーキース。おお。ジョエルかな？これはマミ君だね。マミ君。わかったね。ニューカルドニア、これね、もうこれパイプラインだ、あ、アロマノボールズ、ジョン・バレンタイン、アロマノボールズ、ジョン・バレンタイン、でかかった、これボンビルだった、もうこれクラブアイカウダンビアレス、ね、ニューカルドニアもいいね、なかなか。これもダンビアレストね、これは白岩だな。何しろ波が良すぎてさ、気持ち悪くなっちゃうぐらいいい波だったから。これジュエリーロペースだよ、パイプライン、いいね、入り方が違うもんな、他の選手とは。手がね、ビシッとこう決まっててさ、ほらね、ロングボートだよ、ジュエリーが。おお、これだね、これはね、ジョン・バレンタインかな、これでバーンと見たおるで最悪だったみたいな、この時。ああ、こんなこともあったな。ねえ、まあ60になった時にね、残そうと思って俺のサービンを、まあ、こういう劇っていうビデオを作って今よかったなと思う。もうなかなかできないし、お金もたくさんかかったけども、やっぱり、ね、人生一度しかないから、これをこういうプランを立てて、日本、ハワイ、ニューカレドニア、絞ってみんなで旅をして、まあ、なんていうのかな、違う、こう今まで自分が生きてきたハワイに行った旅じゃなく、違う旅ができてよかったなと思う。ただニューカレドニアの場合には船乗っているから、やっぱり揺れてこうどうしても戻しちゃう、それがあったからちょっと辛かったね。これね、ここでね、イーニーが2、2、3が6、サイン、コサイン、タンチェントスで、ね、行こうぜって行ったんだけども、この時ね、亡くなった奥さんも一緒だったから、すごく俺としてみれば楽しかった。は寿司屋でやろうと思ったけども、焼き鳥屋のはいいと思って焼き鳥屋やったんだけども、俺もしょっちゅう行った焼き鳥屋さんだったけどね、富士山がね、やっぱり日本だからまず撮って、この劇っていうのも考えてね、何が劇って思ったけども、やっぱり劇なんだよ、激しい劇でね。まあ、このね、なんていうの、CG を作った時には本当みんなが驚いたよね、スケールが大きかったから。マイク・プリケット、土屋、それからカメラマンが 4,5 人あれ使ったから、でカラパナと、まあね、チラシさんが言ったブルージーンズの音楽も使ったりして、いや、ちょうど50歳だ。いいライディングしてるよな。この時は鎌倉で撮影して、
捕まっちゃってさ、こんな格好したから。これでこの女学生たちがね、振り向いて。すごいことやってきたよ。この頃は楽しかったからね。ほんでバスが止まっちゃったんだから、なんか梅宮達夫に言ってたみたいらしくて、俺がさ、映画の撮影だったの、ここで捕まっちゃったんだよね。できたよ。これは釘沼だね。本田さんもうまいね。これはたくさんお金集めてね、行こうってなって旅でさ、昔はね、と若い頃は何でもできたけども、今ちょっとね、72になったからちょっとね、これからだよ、これのサーフィンの憧れのハワイだ。ボクサーでハワイに一番指が太い人で、この人がいい人でさ、上向いて始まるぞっていう感じだね。これ俺だって出てんだよ、2回戦ぐらいまで。ないじゃん。出たくなかったんだけども、怖いから、臆病だから、しょうがないけど、ね、体もいい体してんね。これ多分クラウドが、あれ誰がやったのかな、あれは。クラウドにいるね、これクラウドだからね。クラウドチームだ。エディ・アイカウチームが乗ってくれたんだ。
これいい点数出てるね。で最後これは今ノーショアの今二重橋ですよ。パイプラインに向かっていくんだよ。今笑ってるけどもおっかなかったね。ほらもう顔がもう違うじゃん。ほらこの時パイプラインで朝死んじゃってパイプラインでやる予定だったんだけども、リアムが危ないってロッキーポイントにね。これ小田さんだよね。今度俺だこれロッキーポイント、いい波だよ。おー結構あるよこれサイズ。この時はね15人16名プロが入ってて、JPSA のだからブラジリアンとか前やったらいっぱい入ってて混雑でいい波だったから、それ俺たちがね借り切って、やっぱりボートのコントロールこういうね早いわ。ロッキーポイントやっぱりパーがあるからスムーズに板が流れていく。でかいねこれね。こっちほらそこパイプラインだから、吉川雄二君、吉川君もうまかったんで一緒に入ってもらってね。あれこれシングルフィンで入ったのかな。この人もトップランナーだから今ねやっぱり結婚して子供ができたりして、今ねあんまり大会にこれ白井英二ね、うちのライダーで。最後だからでっかいねバンバン乗るしね。これ小田さんだね。これもダブルオーバーあるね、シックスは。これも俺だねこれ。早い早い。やっぱりねこのボートの切り替え、ボトムの切り替えしっかりしてるからみんなね。だってこんなロッキーボイルでこんないい波乗れないよ普通。向かっていくんだ、コイコイっていうからバーンとターンにして、翔平だね、翔平君。これ手前の俺だったの、これ後ろ小田さんって遠隔とかでまた俺が乗る波だけど、まあちゃんまあちゃんって言ってたんだけど、ここから捕まっちゃうんだよ。やっぱり板にスピードをねあるからこう抜けていく。やっぱりサーフィンってスピードだから、今度はこれレスオーバーと、これもいい波でさ、この時はカラパナのモロリも入れてやったんだけども、レスオーバーといいよかったよ。この時も6ぐらいあったのかな、大きいので。これ小田さんだね。ハワイアンかな、多分ハワイのチャンピオンじゃないこれ。
余裕があるよ、慣れてる波にね。俺らはもうさ、年に1回行って滑るだけだから。これジュニアチャンピオンだった当時。懐のとこでね、もっともっとこうカットバックしたりターンしたりいろいろやりたいんだけども、波のパワーとそれからなんていうのかな、波の重ささ、それにやっぱり勝てなかったよな。すごい大きい岩みたいな波やな。もうこれはカノアダーリン、カノアチャンピオンの時だ。あれ今のよく分かったかな。こんな入ってくれて、もうガキの頃から言ってるから、これもレースオーバーね。波乗りにそそがない、ちゃんと懐に戻ってる。やっぱりこういうサーフィン、前へ進むだけじゃなくて後ろに戻る、こういうサーフィンができるからね、やっぱうまい。俺は多分俺だと思うんだけど、俺だって前でまだ遊んじゃってるよ。普通だったらフィーンパクリンってこういうのは来なくちゃいけないんだけど、まあでもね、この時はまだ若かったから、こうちっちゃく見えるけどでかいんだ、乗るとこれ。レストアブースのね、亡くなった小川さんとか豆なんかすごく好きで、加害とかね、いいなね。これカノバのね、カットバック、このカットバックのパクリちょっとね、これがすごいよね。ボートのコントの仕方がね、俺らと違うから、6年ぶりだっつったよ。でもうまいね、やっぱ乗ってて、歌もうまいし、やっぱりハワイアンってのはみんな誰もがサーフィンやるから、普通みんな大体乗れるよね。生活の一部だから、で生まれてこんないい波でやってんだから、そりゃうまくなるよ。日本人はもうだって短波だしさ、波良くないし、もうこんだけ乗ってると足がガタガタで、もうほんとフラフラだった俺もね、もうフラフラしちゃってんじゃない。サーフィンってのはやっぱりボトムに降りないとダメだから、みんなボトムに降りる。やっぱりリップでターン、ミドルでターンじゃなくて、やっぱりボトムに降りなくちゃ、それから次のポジションに持っていかなきゃいけないし、やっぱりしっかりしたサーフィンしてる、みんな基本ができてる。必ず危険なところ、難易度のところにいるから、抜けたっていいわけじゃん。でも必ず戻る、サーフィンってのは戻ることも必要だから。でかいなこれな。久しぶりに俺の自分の乗り方見ていいな。頭ぐらいでやるんだよ。おー9倍だ。カノバだ、クイーンとね。これリアムが監督だったけども、やっぱ6フィートぐらいの大きいの来てたから、6フィートって言ってやっぱりブルーよな。サメがね、いるところだから怖いよな。これいい
やみたいに毎日できれば、なんかあるように余裕になって。ノーズ行った時に後ろにスープを乗せて、後ろのテールの方にね、どういうか、これもね、昔の友達でうちのマーボロ屋のスポンサーって始まる松本さんがアイスクリームでかいの作ってくれて、この時 T シャツももらってね、お父さんの親父の T シャツもらって、これが僕の得意な晴れ場だった。いい波でちっちゃくてね、ノーズライディング、グーフィー、このぐらいちっちゃいとグーフィーも乗れんのよ。あれは最後ローラーコースターでパクリンチをしたけどね。いい波、吉川君から誰か、もう吉川君だ。彼もね、パイプライン入ってて、すごいパイプラインうまかったよ、吉川君。サーフィンがやっぱりしっかりしてるよね。うわ、ハグテンだよ。今これができたら最高だけどね。これうちの土屋翔平君、ちゃんとノートコップですね。ハグバイブもいろんなかけ方があるから、本当はだからね、JPSM の試合なんかもパフォーマンスでなく、ノーズライン1本で試合やったら面白いなと思うよ。もうノーズに行くテクニックも10個20個あるから、ハグテンにしてもカットバックしても、ボトムターンにしても、ジグザグターン、フックターン、 S 字ターン、ターンいっぱいあるから、そういうの機会がいいなと思う。これからね、やっぱりどうしてもパフォーマンスになっちゃうからさ、ちっちゃいけども、こういう波でやることも必要だし、自分のうまさが分かるからさ、この前の波だと。じゃあどうやって滑らなくちゃいけないとか。昔ね、ジャコス、ジミー・ブレアさんの息子の世界チャンピオンの第1回目がジミー・ブレアってのがいたよ。ここで8ぐらいあってパーコード流して岩に乗り上げてたよね。その時俺はブルっちゃってさ、でかいな、こんなの4フィート以上あったな。やっぱりこれうちの父は翔平かな。翔平君もうまかったね。でかい波乗るから翔平君さ、まだまだ俺もラインが逃げちゃって前へ前行っちゃってる。本当はもっとこっちで滑んなくちゃいけないんでさ、一人がないんだね。ボトムに降りて、まだボトムに降りてないでしょ。ボトムここだからさ、一人がないんだよ。みんな怖くて、平山もね、なかなかうまかった。こんな滑れるとは思わなかった。野田さんね、これもね、面白いんだよ。俺免許ないの知ってるんだよ、みんな。これリアムが運転してバーッとこうやってわざとこういう回転してるのね。それで俺が運転してると思って思わさせるが最後面白いね。このトリックでさ、レンタカーだからもうぐる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 やっちゃってね、俺が運転してるみたいに見えるけど俺じゃないんだ本当は。うおー、パイプライン、パイプライン、そういう並びやな。
ボンガーパーキンスだ。この時世界チャンピオンボンガーすごかったね。ジョエル・チューだ。ジョーもうまかったね。出てこれないか。まあパイプは怖いよ。これもね、ほんと50年前滑ったんだもん。ボンが降りてるだろ、チューブのボトム。ジーリングいいターンしてるよな。これジェイルクが削ったってだからな。これいいね。ロングボードないのジェイルク。乗り方がね、もう日本舞踊みたいな乗り方するからさ、手をピッとしてさ、綺麗だよね。誰よりも綺麗だったハワイアンで。今はこの全盛期の時だから。これカナマラさんってね。ユークカナマクの銅像とかね、記念に撮ろうと思ってね。でもお巡りさんと撮って、これランス・オーカーノ。ランス・オーカーノはね、これもやっぱりすごいうまいな。クイーンズワイキでやって、この時もねちっちゃかったけども、まあクイーンズは世界でも有名だから。バックスは苦手だけども、波がいいかったとかハンドバイクが詰まって、くてくてだよね。俺は疲れ切っちゃってノーズでやってたから。今この SBL にあと 2、3 ヶ月かかんな。英国はこの時もね、俺たち貸し切りでクラウドがね、みんなゲストだからってことでやらせてくれて、助かるよね。友達がみんな力があるから。ハワイの連中、これ翔平とうちの白岩ですよ。